トゥンジェリ県の位置、石天がトゥンジェリトゥンジェリはトルコの都市、トゥンジェリ県の県都である。2009年国勢調査時点で、の人口は3万1599人。旧名称はカラン。もともとトゥンジェリを中心とする一帯は、ザザキ語、クルド語を語源とするデルスイムという地名であったが、1935年12月25日に、 トゥンジェリ県の行政に関する法律に基づき、トルコ語で似た意味を持つトゥンジェリ、聖堂、タンズと地方エリーから、タンセリーやタンスリーと表記されていたが1972年にタンセリーの表記はメディアからなくなったに解消され、県庁所在地からも県名と同じ名称となり、1937年1月4日にトゥンジェリ県が設置された。1937年と、 その翌年には、ムスタファケマルアタチュルクの命により、トゥンジェリ作戦という作戦が遂行され、数千人の住民が死亡した。トルコ東部の中ほどに位置し、トロス山脈を構成するムンズル山脈に抱かれている。トゥンジェリの民にとって、ムンズル山脈は、ムンズル川などと同じく聖なるものとされる。この地方では、 様々な文明が攻防してきたが、その中では、ユーフラケス川上流部で起こったものが最も古い。中世に築かれたペルテク城は現在も良い状態で残されており、ムンズル渓谷国,国立公園も一見の価値がある。ありがとうございます。